こんにちは、花ナゴですが、今日もよろしくお願いしますね。ねいろいろね、最近準備してくれて。<laughs> いいですけどね。リプレイいいのかな今日は FM 講座の方であの、リスナーさんの番組をやっている裏ということで。<laughs> ちょっと悲しい感じがしながらやってまいりますのでよろしくお願いしますね 土曜の昼下がり、皆さんいかがお疲れでしょうか。ブルガリさん、毎度こんにちは。今日もよろしくお願いしますね。えー、っと土曜のね。今日はですね。あの台風の影響か、この23日ですね。大きな雨が降ったりやんだりを続けております。なんか台風っぽいなーっていう沖縄住んでいると、あこれ台風雨っぽいなーっていうのがあるんですよね。それを感じながらですね。今日もどんよりしたり晴れたり。 かといってドッ、まあ、と降ったりです,、ね、する沖縄からお送りしておりますよということで、えー、っと、ア、はい、ブルガリアさんから台風大丈夫ということなのですが、沖縄本島の方はです、ねあのーまあ、直撃もなくです、ね、なんとかしのいでる感じですね、あの先島っていって石垣とかの方はちょっと心配かなと、あと台湾ですね、直撃しそうなので、結構大型の台風なので、ちょっとその辺はですね、 あの直撃沖縄本島を直撃しなくて自分はほっとしているんですけどなんか手放しに喜べないなという形ではありますねあの台風ね台湾で大きな被害が被害は出るかもしれないんですけど大きな被害にならないようにねしていただければなあと思っておりますあのですね、まあ、一応ですねあ一応言っとねあの一応アイデアの愛用家はですね婚活モールさんの提供でお送りしておりますまあコラボみたいな形で ア、えー、アイディアの、まあ、僕は一応アイディアっていう屋号でやってるのでアイディアまあそうこと山下浩二がまあいろいろ日々の日常のことをしゃべるっていうのとそれと合わせてですねあのその中に婚活のことが入ってくるので合わせて婚活のことが話せるといいなと思ってますまあ一応婚活のテーマだけはですね毎週外さずに <laughs> やっていこうと思いますのであの全国的にも婚活の話をしているラジオは。 多分珍しいんじゃないかなと思っておりますので、えー、ともしよかったらです、ね、婚活してみたいんだとかあの家族の人でまあきで結婚して結婚なかなかしないんだけどこいつっていう人がいたらですねまず,まず自分で聞いてもらってちょっと興味があったらですねあの紹介していただいてもいいのかなと思ってますでメールも送っていただければですねあの あのそれについてお答えしていく方がメインになってくるかなと思ってやってますので本当に「ブルガリさんも頑張ろう婚活」って書いてありますけど本当にですねあの婚活って幅広いのであのイベントからでえー、っとあブルガリさん年間費用どれぐらいいるのですかっていう話も少しあとでしていきましょうね <laughs> あの僕の分から範囲なんですけどあのまたやっていきましょうねで婚活って幅広いのであのイベント系からそれこそね あの僕たちからすると合コン友達の誘ってもらっての合コンも婚活とかにも入れてるので、まあ、そういうとお見合いとか婚活とかね、あのー、結婚相談所とかいろいろあると思いますので、まあ、そういうのも少し、あのー、触れながら話していけたらいいなと思っております、えー、と今日もですね1時間アイデアのああいうと OK お付き合いいただければと思いますので。 何とどうぞ何とぞ1時間、えー、気楽にのんびりお聞きいただければな,ーなーと思いますのでよろしくお願いしますそれでは入ります。 アアイデアの、OK、をお送りしておりますえっ、ー、とですねいきなり、えー、とブルガリさんからいい質問が来たので婚活するのに年間費用ってどれぐらいかかりますかってことで僕実はその費用面ってあんまり <laughs> あの変な話見てなくてですね僕はビジネス営業面ではなくてちょっとどちらかというとこの戦略的なところをお手伝いしているんですけど、えー、と例えばですね、えー、と婚活モールの えーと婚活イベントっていうのがあるんですね、大体毎月1回ぐらいやってて、えっ、ー、とですね、来月、8月の21日日曜日と8月あ、9月の25日日曜日に、あのイオンモールライカムって言ってあの、内地でもちょっと噂になったと言われる噂のあ,るあのある、北中城っていうところにあるですね、まあ、沖縄市のそばにある。 あのー、ものすごい景色のいい高台にある、ライイオンモールがあるんですね。このライカムで、えっ、ー、と、オリオンのビアホールがあり、オリオンビールのビアホールがありますので、そこでですね、えっ、ー、と、18時から9時まで、えっ、ー、と、婚活する予定です。で、この婚活イベントはですね、えっ、ー、と、80人ぐらいの、80人規模だったかな。で、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、価格は、 価格は書いてないですけど <laughs>、確か5000円前後だったと思うんですよで。男性の方が若干高めな設定で、あえーっとですね、会員さん、男性が4500円で、女性が4500円で、非会員さんになると5500円、女性,が、えー、女性も5500円ということで、まああの、基本的に飲食代がメインですよ。5500円で、えー、っと3時間ぐらい。 まあ、ラストオーダーも入れると2時間ぐらいかな、あのー、飲み放題で、えー、やるので、あのー、それプラス、あのー、やっぱりねイベント開催するための人件費とかなので、えーまあ、5500円ぐらいがイベント5000円前後がイベントの定番かなと思います飲みとか月のでこれをですね、まあ、月1回やればまあ 1> 月1回でもななななかなかなか出会いがないいがと思います、ねでまあイメージとして婚活に強いのが多分結婚相談所とかいうのだとえっ、ー、とネットなんかあ非会員って飛び入り参加なんですよそうそう非会員でも婚活モールさん婚活モールとしてはまあできるだけですねあの婚活をしやすい社会を作ろうとしてるので非会員っていうのはあのまあ、うん、飛び入りですねあのなのであの 非会員っていうとあの独身かどうかもわからない <laughs> 結婚にどこまで本気かわからない、まあ、あのイベントに参加したい人も入れるのであのまあ結,婚や結婚指輪は外してくると思うんですけど、まあ、その辺でちょっと不安なところはあるんですけど、まあ、逆に言うと結婚に本気になられても困るっていうのであんまり来ないとは思うんですけど。 あのでもあの、あんまり会員で囲ってしまうと会員さんの出会いを狭めてしまうのもあるしまあ、あの他の人が婚活モール知る機会がなくなっちゃうのであの一応、もやってますね、はい、飛び入り参加でもやってます、まあ、一応、ですねチケット購入制なので、えー、っと一応、ファミマ <laughs> あの沖縄の人沖縄に来たらいけますよ。<laughs> あの一応ですねあのー 婚活モールで調べてくれた方がいいんですけどファミマの E プラスと婚活モールの事務所で手売りで売ってますので、えー、そこに行かれるといいかなと思います。はい、で、えーとまあ、あと結婚相談所っていうとあのインターネットとかで見ると相場って結構高いんですよね。20万とか入会金が20万30万とかしたりするところもあって僕もあんまりあの案外ね結婚相談所ってこの辺出してなくて。 婚活もちょっと価格改定があったので <laughs> 今ちょっとホームページ改編中なので載ってないんですけどこの場合確か一万入会金が1万8000円ぐらいだったかなうんちょっと嘘をつけないんですけど大体と思って月会費が多分男性で8000円ぐらいだから飲み会2回沖縄って飲み会するとまあ2あ二三3 0 0 0円飲んで大交代行代1000円2000円持ってかれて5000円ぐらいかかるんですよだから飲み会2回我慢して本気でえ婚活すると いいいいぐらいかなっていう、あのー、で僕が婚活モールをなぜ推しているかというと、まあ、NPO 法人化することで、まあ、できるだけ利益を抑えようと、まあ、税制面でねっていうことで、あのーえー、3A なんですよ、あのー、沖縄に 3A ってあるんですけど <laughs> あの3つの A で 3A で安心安全安価っていうことをモットーにやってるので、まあ、そこをちょっと僕としては あ,のあいいなと思ってあの婚活モールさんの発想がやっぱりあの婚活をスタンダードに誰もが気軽に婚活ができるようにっていうことを考えて始められているのでそういう意味ではですねあの他のサービスと比べたらもう圧倒的に安いと思いますでえー、っと前回もちょっと前回じゃないな前回あの前の 婚活モールの幸せ卓球便の最終回の時に話したんですけど、話してたんですけど、もう圧倒的にですね、あのー、中尾さんっていう、まあ、あのー、結婚、成婚までするまでに相談乗ったり、あのー、できる方がいるんですけど、2人。えっ、ー、と、もう名前言っていてもね、知念さんと小野さんなんですけど <laughs>、あのー、方がいて、その人がまあ、担当でつくんですよ。で、そこの丁寧なフォローアップがあるので、 まあ他の結婚相談所知らないのでそこも他の結婚相談所でも一緒かもしれないんですけどまあ価格は多分みんな出さないようにしてるのなかなか見えないですけどやっぱ高めなものはありますまああとはですね結構若干休みにできるのはやっぱネットを使った出会いのサービスあのー、普通の出会い系ではなくてですねあのオーネットさんとかそういうものだともう少し費用は抑えられると思うんですけど どうしても顔の見えない相手になっちゃうのであの顔がを知った人が間に入ってくれるっていうのが、まあ、結婚相談所の良さかなと思ってますので、まあ、もしよかったらですね、まあ、ブルガリさんあの沖縄にいないので <laughs> 辛いと思うんですけどあのですね今ですねあのなんとですね沖縄だけが若干婚活って出遅れてですね各都道府県案外婚活を支援し都道府県というかが 婚活を支援してるんですね、あのー、それはなぜかというと内閣府も支援してるからあの一括交付金といって婚活に事業というか少子化対策事業の一環として婚活を取り組む地方自治体が増えてきてですねで47都道府県にですね、あのー、人口増加対策で婚活の一括交付金上げるよって言った時に いつ手を挙げなかったのが沖縄っていう <laughs>。あブルガリさんいいですよ。沖縄に移住したいっていう人ありがたいですよ <laughs>。あのー、ぜひぜひ沖縄に遊びに来てね <laughs>。沖縄いいとこだなと思ったら、あのー、婚活も一緒に始めたらいいかなと思いますけど、あのー、そう、あの沖縄県はまだ手を挙げるのが遅くてですね、ちょっと出遅れ気味です。出遅れ気味なんですけど、人口減少も。 まだまだ出遅れ気味というかいい意味で人口減少してないのでそういう意味ではあの出遅れたのもあ仕方ないかなと思うんですけど、あのー、人口減少の一番の理由が9割の理由が、えー、と未婚か晩婚かだって言ってる人がいるぐらいやっぱ結婚すれば自然とね子供に恵まれる場合もあるし望んでもなかなか恵まれない場合もあるしまあ、そういう意味ではうんあのー。 まああのまあ、結婚を少し早めに意識して結婚するね僕らの頃なんか不純異性交友とかねはいブルガリさんあの来たら言ってくださいもう僕今バンバン婚活モールにどんどん入っていってるので <laughs> あのもしあれだったら山下浩二調べてあのああのブルガリさんに限らずねあの調べて声かけていただいてもいいですし直接隔離事情でもいいですし婚活モールって漢字で婚活ひらがなでボールで調べれば。 NPO 法人から入れないとダメだったかな。まあ、どっちにしろホームページで調べたら Facebook も見れますので、あのー、まあ、あの他のページ見てても、やっぱり、あもう僕も一応婚活の勉強をしながらですね、どうやったら一番いいかなっていうのを考えながらやってるので、で、まあ、他のページ見ててもですね、 やっぱり婚活モールさんって数字出すんですね。今、あ今週、今日、成婚しましたとか、成婚ってまあカップルになったっていうところで、まあ、ここから結婚するかどうか、また恋愛を経て、あれなんですけどね、あのー、そういうのもあってですね、あのー、なんだろうな、まあ、あの成婚率って結構、比較的高いと思います。あの、他のもの見てても、なかなかですね、出会いはあるけど、 結局、出会いから今度、恋愛に発展するのが苦手な人がどんどん増えてるんですよ。なぜか、それは何が根拠かっていうと、毎年成人式の日にですね、新成人の男性、女性に、恋愛経験ありますかっていう質問を最近してるみたいで、<laughs> そこで出てくるのがですね、もうあの恋愛したことがないのが50%ぐらいになってるんですね。半分は恋愛せずに新成人を迎えると で結婚に興味あるかっていうとまあ興味はあるけどっていう人は割と多いんですけどできないと思ってる人が結構多くて結婚したいけど自分は無理だって思っている人もいてなかなかこの結婚に何、あのー、だろう進んでないのかなってまあこれはあくまで分析の範囲なんですけどで多分僕沖縄で一番。 あの婚活のこと勉強している <laughs> と自負してるんですけどまあ少子化とかだとまた別の専門家がいると思うんですけど今婚活本読み漁っていているのでまあまあそういうのも見ながらですねやっているとあの,あのいんで知ってますかあの沖縄県って一昨年あたりから婚活モールの あ、婚活モルちゃん、婚活とか結婚しようとか家族を作ろうとかこ子供をたくさん産みう、たくさん産みましょうじゃないけど子供がいても仕事ができますよって。ワーライフバランスっていうのがあって、まあ、そういうのを啓発する番組作ってるんですよ。<laughs> しかもホームページにあるという、しかもそのホームページを探すのが非常に難しくて <laughs> あの、一応ね、あの、カフーカフーっていう番組を 2年連続ぐらいで作っててそこに婚活モールさんとかえー、っとまああの何だろう沖縄で婚活に取り組んでいる団体として挙げられてたりするんですよで YouTube で見れるんですよなのであの YouTube でカフーカフーって調べた方が早いのかなでえー、っと先昨年度は5回ぐらい今年は7回か8回の番組で、えー、っと沖縄県作ってるんですけどなかなかですね あの婚活とかで調べててても出てこないっていっう今は、えー、人物仕事の創出みたいなあの人口増加計画なんですけどあのそういう番組も作っててですねあの一応ですね今あの沖縄県としてはあのもうそしそ人口減少やばいんじゃないとでいろんな人が人口減少やばいよっていう意識を持たないといけないよねっていう形に進んでたりはします。 ね、ちょっと詳しいでしょ <laughs> あのでまあそ,そんな中ですねやっぱりね、あのー、僕あんまり、あのー、ぶっちゃけると、ね、行政頼みにしないっていうことはやっていてまあ,あの必要だと思うとまず自分が動くって思ってるので、えっと、去年実はあずママさんっていう株式会社あずママの、えー、っとママサポーターっていうあのー、まあ 子育て,シェ,アか子育てシェアっていうものがあってそのシステムがあって子育て支援を相互で扶助相互扶助お互いに知り合い顔見知り同士で助け合う仕組みっていう子育てシェアっていう仕組みを使って。 作っっってていたのでで、まあ、それに乗っかってですね <laughs> 僕人のふんどしで相撲を取るのが得意なので <laughs> えと乗っかって実は子育てシェアを1年,ちょ1年もね8ヶ月ぐらいかなあでも1年ぐらいかな、あのーまあ、頑張って盛り上げてスパッとね、あのー、東野の代表に <laughs> 喧,嘩喧嘩打ってからスパッとやめていったんですけど。あのー あずままの子育てシェアもいいもので,で僕としてはですねやっぱりあの、まあ、子供ができることを考えて結婚を控える人もいるし児童虐待の問題とかあと子供ができた後にやっぱり子供が足かせになるのが嫌っていう人もいるだろうしそうなるとこういろんなものを複合的に見ていかないと結婚って怖いよなと思うので。 婚活モールさんとかその頃からやってたんですけどいやいやいやこれは僕もともと専門が教育っていうのもあってやっぱ教育子育てに不安を抱えている人もいれば出産に妊娠出産に抱えてる人があブルガリさん40歳なんですか まだまだチャンスありますかねってことなんですけどえー、とよくあのさ、ー、とさんっていう人が婚活モールの幸せ宅急便って婚活の番組に出てたんですけど彼39歳なんですよ <laughs> あの男性の40歳あ男性のあ一応ですね子供のことを考えなければいくらでも結婚適齢期って60でも80でも僕はいいと思ってますただ子供のことを考えると、あのー、結婚はできるけど子供のことは だん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 あのー、まあぶっちゃけますけどシビアになってくるとは思います一応女性の場合は35歳を超えると高齢出産って呼ばれちゃうので、あのー、これ産婦人科学会が言ってるんですけどで男性も35歳を超え始めると精子が弱ってくるって言われているのでまあその辺はですねあのー、結婚できるかどうかはもう相手が見つかったらできるんですよなのであのー 40歳後半でも50歳でも頑張っている方が実は婚活モールにはいらっしゃってで50超えてからの50歳代のカップルも成婚できているのであの年齢はあんまりこだわらないもちろんあの時間がかかったりする可能性はあると思いますでもそれはですね縁の問題なのでいい人と出会えば本当に数ヶ月で結婚のあ成婚というかカップリングしていくし 逆に若くても縁がなかったり、あのーまあ、早く始めるに越したことはないんですけどあんまり早すぎるともう難しいんですねバランスが <laughs> だから行って話聞いてもらうといいんですけどあんまり早すぎると今度自分の目当ての年齢層というか自分が結婚したい年齢層がいなかったりするとなかなか時間がかかったりしますでも早く何回も繰り返すと、あのー、いろんな情報も得られるし あの婚活モールってやっぱいろんなところで知り合ってもらって幸せになってもらいたいっていうのであくまでお金を抑えてるのは他の出会いも結構応援してるんですね他のイベントに行って知り合ってくれるのもいいなと思ってるの,で,あので一応結婚適齢期は僕はないよってよく言っていてただ妊娠出産の適齢期はあるから本当に子供がどうしても人生の中で欲しいと思ってる人は少し早めに意識した方がいいかもしれないですねっていう話で。 でも本当に45歳でも出産する時代ですしあのう,ちの友達あうちの妻の友達が、うん、えと今35歳,で結婚し35歳になってから結婚したかなその前34の時結婚したかなして、えー、と見事にです、ね、<laughs> おめでたになってそのおめでたが双子という <laughs> うち息子は双子なんですけど あのうちの妻の友達が双子っていうで高齢出産って呼ばれるんですねもう35歳だからで双子っていうとすごくリスクが高いのでちょっと心配はしてて、えー、と10月ぐらいから10月ぐらいに出産予定日なんですけどもうあの動いちゃダメだよと、あのー、出産のリスクってやっぱり流産早産なんですね一番大きいのがなので動いてお腹が張ると羊、まあ、水とか羊膜が破けて 流れちゃうとかそういうのが心配があるのでうちの妻も同じ経験してきたんですけど貼、あのー、り止めって言っても子宮が収縮しないような薬を点滴を24時間打ってベッドに貼り付けでっていうのを経験する可能性がやっぱ年齢が上がれば上がるほどあのしかも初産婦で35歳を超えると高齢出産って呼ばれるので2人目3人目で35歳を超えても高齢出産とは呼ばれないんですね。 そういう意味ではあのあの脅す気はないんですよ脅す気はないんですけど、まあ、そこはちょっとあの夫婦と共に夫婦ともにですね知識として知っておいてほしいなっていうあのはありますねあ,ありがとうございますブルガリさん <laughs> はいいろいろ勉強したり自分の経験があってですね <laughs>、はい、なのであのあの結婚を諦めてほしくないなっていうのが僕実はスタートで あのアイデアあアイデアじゃないなあの婚活モールさんに今あの一緒にやっているのであの何歳になっても結婚はしてほしいなとでやっぱあの現実として少しあの覚悟というかねあの年齢をある程度の年齢を超え始めるとだんだん出産しづらくなるっていうのと、うん、あ妊娠しづらくなるっていうのと出産のリスクがありますよっていうことだけはやっぱりあの命に関わることなので。 知っっってててていいいほししなと思って一応ここはでですすね心を鬼にしていつも言ってるんですよだからあの女性に40歳だから子供は無理ですっていう言い方は絶対できなくてあの40歳でもちょっとリスクはあるかもしれないし可能性はあるからまあ本当に早めに不妊で昔はですね2年ぐらい子供ができなかったらあの不妊外来行きましょうっていうのが今もう1年ぐらいになってるらしいですねうんなのでそういうの話も聞いてやっぱ あの本当に子どもが欲しい人は結婚してすぐ不妊外来、あまあ、結婚して何ヶ月かで子どもができる様子がなければ不妊外来行ってもいいのかなと思ってます、やっぱりあのうち、実は不妊治療を受けて子どもを授かったところなので,で僕たちが実は不妊外来行ったのが多分ん28、あ28ぐらいの時なのであのお医者さんに早いですねって言われました。やっぱり30代になっててから来る人が多くて やっぱその不妊治療とか不妊外来に対するちょっとまだね抵抗感があった時期なのかもしれないんですけどあの早いですねって嫌味じゃなくて喜ばれましたね。もう早く来たらたくさん産んでねみたいな感じで言われたのでまあそういう意味ではいろいろ沖縄のね大御所でもういい年なので後継者が必要なの本さん佐久本先生っていう方にねお世話になったっていうのもあってですねまあそういう意味では本当に。 あのー、まあな何事も諦めずにやってみるっていうのが大事なのかなと思ってますね、あのー、年齢とかね年収とかやっぱあのー、ありますけどね僕本当に今プータロ状態なので結婚してから年収なくなることもあるので本当にあにんだろう相性が良ければ結婚ってお互いに支え合うものかなと思ってますので。 まあいきなりねあの、婚活の段階で年収ゼロだとあの結婚育ちにも通えないので、その辺はですねやっぱり自立した男性、女性、女性,までじ、まあ、女性もね、今、自立してる人多いので、男性、女性じゃないとなかなかあの、まず第一印象が良くないかもしれないので、そこはちょっと意識してもらいながらやってもらえばいいかなと思っております。はいではですね、もうあれですね、もう26分。 えとツイキャスがもうそろそろ切れそうなので一回 CM に入ってからまたお話し続けたいと思います。 う結,結婚して子供ができたら F1 ドライバーでいいですよねそういうのもね沖縄あるかなさっきとあ音速一回なんですか <laughs> ブルガリさんももしかしてそういうあれじゃないですかね、えー、はいえっと CM 中ちょっとツイキャスのブルガリさんで「結婚して子供ができたら F1 ドライバー育てたい」 いいですよ、ね、なんかそういう夢、あ,あすみません、マイク上がってっ <laughs> あのそうあのさっきあのあの、ツイキャスでちょっとね、プルガリさんって方が少しお話ししてくれていてです、ねあの、子供ができたら F1 ドライバー育てたいっていうことで、ね、いいと思いますよね、そういうね、こう未来設計をして、ぜひワクワクしながらあの婚活に臨んでほしいなと思いますね。 うん、なのであのー、あんまり硬い字払わなくていいのとあと恋愛結婚の話によくやっぱり婚活ってなんか違和感がある、ねあのー、かなと思うんです。でお金払ってまで出会い見つけてじゃなくてなんかねそれこそ食パンかじって「あ遅刻遅刻」って言って角曲がったらみたいな出会いとか「ハンカチ落としましたよ」とか。 本屋さんで同じ本を取ろうとして手が触れるとかそういうのをどうしても望んじゃうんですけどそんなの人生の中で僕今まで一度もあったこと <laughs> 食パンカチって飛び出してくる女子を見たことがないので、うん、本屋もさすがに手触れたことないですね <laughs> なのでまああのー、で今ですね本当に出会いがなく昔はですね昔はっていうとあれなんですけどあのー バブルの時期は人どん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 雇えたんですよねなので同世代とかちょっと上下する世代の人がいっぱい入ってきたので社内恋愛も可能だったかもしれないんですけど今って本当に就職しても窓口が狭いですよねで学校の先生も僕の時であの初任権って言ってあの教員採用試験を受かって合格した人って 結局、合格して初任権を受けますよというのを35名ぐらいしかいなくてで教員、教員って新卒採用ではないので、もう結婚している35歳から、えー、結婚してない、えーと、僕が26で入ったので、26ぐらいも、もう僕より若いのはいなかったかな、の間だったので、それで35人しかいないわけですよ。で、学校は別々なので、そこで出会いがない。 っていうね、で学校の先生ってもう出会ってたり、まあ、学校の先生同士が付き合うと結構ね中学校の場合はねその辺が面倒くさいんですねバレたらね。<laughs> あの中学生の質問攻撃とかがね今日多感な,な時期なので、まあ、そういう意味ではあの出会いがどん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 減っているなってであとまあ教員だけには言えないんですけどやっぱ仕事の量が徐々に増えてるのかなと5時から男とか5時まで男みたいなのあったじゃないですか。 それがもうみんなサービス残業したって、えー、夜10時に帰るっていうのが、まあ、サービスなのか会社によってはサービスじゃなくて普通の残業なのかもしれないんですけどなかなか、まあ、ね仕事と家の往復しかないででまたねあの職場も自分の地元で働きたい人もいれば選べずに結局都会に出て都会に出たものの仕事半ばしか 知り合いがいないとかなると本当に出会いって限られてきちゃう時代なので,で沖縄は沖縄であの沖縄好きな人が多いので沖縄に戻ってきて沖縄で仕事してるんですけどで沖縄ってモアイっていうのが実はあってですねモアイが悪いとは言わないんですけどモアイって、まあ、毎月飲み会をやっているんですよ簡単に言うともうちょっとなんかちょっと複雑なシステムがあるんですけど。 あのそうするとですねあの同級生同士とかが飲んでたらもうずっと知ってる人ですよねでまあそこで恋が生まれる可能性もあるかもしれないんですけどそこで恋が生まれるんだったらだいぶ前に生まれてるはずなのでそういう意味ではあのなかなかその新しい出会いの場所に行かないとあの恋って生まれないんですよねで恋というかなんかこうときめきとかそういうものってこの恋愛に移行しようかなっていう。 でちょっと自分の知り合いであ知り合いというかまあちょっと話聞いたら同級生だったけど友達の結婚式の披露宴の二次会で会って意気投合して結婚しますっていう人の話も聞きましたそう考えるとですねやっぱりあのずっと一緒にいる人って結婚化しづらい、まあ、そ,そこが恋愛だったら結婚するかもしれないんですけど8年付き合って別れたって人も聞けば10年ぐらい付き合ってようやく結婚した人も知ってるので <laughs> まあね、ほんと人それぞれだしであのまあ恋愛がいいなっていう言,言うんですけどあのお見合いもそうなんですけどお見合いもあったその場で決める人って多分少ないんですよね。次があるかかないかはありますよあのあってその次にじゃあ今度あのデートでも行きましょうっていうのをお断りするかしないか今回ご縁がなかったことでってお断りするかその後おデートにして。 何回かやっぱりねあの恋愛をしてですねその中でこの人本当に自分と結婚この人と私は結婚していけるかなっていうのをやるのであの結,結局どういう入り口かであってでやっぱり時間短縮とかいうとやっぱり婚活っていう婚活イベントに行ってみたりそれこそ結婚相談所しかもあのしアフターフォローがしっかりしてるところを見つけるのが大事かなと思ってて。 であとですね、金額が高いところはですね、あののメリットって、僕が思ってるメリットは、やっぱそれだけの金額が払える人しか集まってないんですよ。集まってるか、人数がどれぐらいいるか分かんないんですけど、あの実は婚活モールってっえ価格が安いっていうのもあってですね、割と婚活しやすい状況を作ってるので、今、会員数、はっきり分かんないんですけど、700名を超えてるはずなんですよ。 でこの規模の結婚相談所ってほぼないはずなんですね。でしかもそれを2人で2人の仲人さんが回していてでまあイベントする人が2人で,で理事長と副理事がいてっていう形で結構6人で回してる結構異常な集団というかものすごいあのパワーを持った集団なんですね。その辺もすごくあの僕ととしては働き心地がいいというか一緒に パートナーとして働いていて気持ちいいなと思ってるんですけど本当にねそれぐらい、あのーうん、熱心にやってますよ <laughs> <laughs> であこれスポンサーだからじゃなくていつも言ってることなのでで、えー、とこの前ちょいいなと思ったのはかり沖縄さんっていうあの青森の瓶に内入れをするっていう名前を入れてまあ記念にしましょうと例えば青森って寝かせれば寝かすほど 角が取れてて空数って3年だったかな3年固種で空数って言われるんですけど3年寝かせたら固種って呼ばれてちょっと重宝されてでやっぱね結婚の時に、あのー、新種を入れて内入れして置いとくと、まあ、3年経てば空数で子供がまあその時にできて23年経てば本当にいい ね、空数になってるのである意味50年の金婚式に明けるっていうのもあれかもしれないので、まあ、そうやってですねそのまあ沖縄さんがあの全然他局で、まあ、これもコミュニティ FM なんですけど沖ラ寺さんっていう FM 講座の徒歩5分ぐらいのとこにあるまたコミュニティ FM の沖ラ寺さんっていうとこがあるんですけどそこで下流市沖縄さんの土井さんっていう方がもう婚活どんどん広めていきましょうよっていうことで。 こうやっってて声かけてもらってます、ね、であまあ僕からのお願いもあるんですけどあの婚活のこと知りたいとか結婚の事情を知りたい本当にブルガリさんが言ってくれた質問ってみんながこうあのー、疑問に思ってることなんですけどこの情報を僕も婚活モールに行って調べて知るまで知らなかったんですよ。で僕結婚してるのでなおのこと知る機会ないんですよね。 で婚活の人結婚を希望している人だけが知る情報じゃなくてやっぱりいろんな人が知ってほしいなとでいろんな人が進め,る進められる状況にしたいなっていうのがあの僕の思いでもあるので、まあ、できればですねいろんなところのラジオさん <laughs> 「あのここのラジオで話して」とかコミュニティ FM だと限られてくるので <laughs>「このコミュニティ FM で婚活の話しませんか?」とか言っていただけるとそのなんだろう婚活ってまあね結婚したくない人は本当に興味なくていいんですけど結婚したい人に,にがこう婚活ってネットで調べたところで本当にあの僕が 今知ってる情報量のもう100分の1ぐらいしか情報がないんですよね。で一番知りたい情報とかどんなイベントがあるのどういうことするのどうやって進んでいくのっていうところがあまり書かれていなかったりするのでそういう意味ではあのー、生でねこうやって質問してくれたりする場があるといいなとそういう意味ではですね「婚活モールの幸せた急便」っていう番組先週終わっちゃったんですけど <laughs> あ先々週か終わっちゃったんですけどうん。 婚 <laughs> 活もスポンサー企業 FM 技能マンまで <laughs> そうそうよろしくお願いしますよ <laughs> なのであのこうやってねあの今まで情報としてなかなか発信されなかった情報が世に発信できるっていうのをこの FM 技能マンさんであの情報提供し始めて非常に強く感じてますねうん。 なので、あのー、まあ、本当に、あのー、山下、ちょっと話に来いや、みたいな <laughs>、アイデアさん、結婚の話しに来いやって言われたら、すぐ呼ばれて、あの時間、都合を告げていくので、<laughs> あのね、主婦なのでね、子供のお迎えとか、子供のお世話があるので、あれなんですけど、<laughs> まあ、できるだけね、時間に都合を告げて。あのー 本当にね、あのー、婚活モールだけのことを知ってほしい、婚活モールの各理事長も言ってたんですけど、婚活モールだけじゃないんだよねっていう話をいつもしますね。うん。コウノトリになりたいです。<laughs> <laughs> コウノトリうん。あのね、もう、まあ、子供までは本当にね、僕はすごくあのそこまで思ってないんですよ。少子化、人口増加っていうのも、やっぱ社会課題としてあるんですけど、 それは個人が背負うことじゃないよなと思ってるので、ね、あの幸せな結婚して幸せなパートナー見つかって2、まあ、人が希望するような子供が生まれてくれたら幸せだなとで希望しなかったり、まあね、あの体の体質の問題とかなんかでなかなかね子供ができなかったりなんか病気をしてしまったためにできなかった場合もあると思うので。 なんか子供を産まないといけないよって言ってプレッシャーかけるのはあんまり好きじゃないなと思いながらでも結婚ってできるじゃないですかあの相手が見つかればあのって思ってるんですよで僕も本当不妊治療ですごくあのまあすごい苦労はしてないですけどやっぱり子供ができない間はちょっと辛いんですよねその辛さは知っているのでまあ割と早い方にできたので まあ、そ,うそれほどではないかもしれないんですけどあのやっぱりねもう一人子供を産みなさいとかなんてことを言うんだみたいな <laughs> タイプの人間なので、あのー、女性はね命がけですよ子供を産むのだからそれを見てるともう一人産んだらいいんじゃないもう一人産めるような社会を作ろうっていうのはなんかちょっと違う結婚したい人を置いといてそっちはちょっと違うんじゃないかなとかあとこれだと社会の 経済が縮小しますよみたいなことを個人個人が考えて子供を産んだらちょっと子供にちょっとかわいそうかなとか思っちゃうのでそれこそねうんあの子供できて F1 ドライバーになってくれたらいいなっていうぐらいの気持ちであのまあ結婚して望んでくれてそれでまあね子供が授かったらいいなっていう感じですね。結婚しして相手のことを愛し続けた 会い続けるというのが一番大事かなやっぱ子供のために結婚すると途中でお父ちゃん嫌われそうじゃないですか <laughs> うち一応ですねあのやっぱね不妊治療の時にやっぱ覚悟するんですね子供できなかったらどうしようって2、まあ、人で仲良くやればいいよねっていうところでもう折り合いがついてるのででねうちの妻はねあの結局 まあ仕事を選んだというか僕が仕事しないから <laughs> あの今仕事をしてるんですけど僕は主婦やってるんですけどまあこれは役割分担っていうことでやってるんですけどあのお互いやっぱり尊敬して尊敬できるとか尊敬できるパートナーで,である意味ですねうちの子たちはもう18歳ぐらいになったり大学卒業したらもうお家は出てほしいみたいな <laughs> 結婚してちょうだいとか <laughs> 正直思っているので あの邪魔とかじゃないんですよやっぱりなんかねあの今自分の置かれてる婚活の現状を見てるとまあ早く独立してあの家族を作ってくれたら嬉しいなあとまあ,あの独立して家族作らなくてもですね一人暮らしでやっぱ自立しながらたまに実家に帰ってくるぐらいがちょうどいいのかなと思うので。 まあ、あの結婚しようがしまいが早く出てほしいとあの親の、まあ、気持ちとしてなんか寂しいんじゃないのってよく言われるんですけど、まあ、寂しいというよりはやっぱりね子供が一人で生きていくのが嬉しいなと思ってそういうことを考えてるんですけどまだね小 1, で小1と3歳の2人ですよ <laughs> お父ちゃん,なんか結婚式で泣きそうにないけど、まあ、泣きそうにないって言ってて泣いたら恥ずかしいからあんまり言わないようにしてるんですけどうん なので、なんか、まあ、うちはですね、あの、結構、のほほんと子育てしてるので、この子何になるかなみたいな感じで楽しんでますね、子育ては。で、一応ですね、僕、一応、こそ、教育が専門なので、うん。ああ、いいですね、ブルガリさん、いい言葉、名言ですね、家族。そこには、言葉にできないほどの幸せがある。そうっすよ。まあ、ちょっと不幸な幸せ、不幸な家族もあるいると思いますけど、まあ、 うちは超幸せですよ <laughs>。もう正直ね、のろけ、ずっとのろけてますねってよく言われるんですけど、本当にね、あのうちは本当に、まあ一番は妻に恵まれましたね。もう本当にパートナーとしては最高の妻で、で、今日は多分疲れて寝てるんですけど、ラジオ聞いててこういうこと言うと、自分もそう思ってるよってこう言ってくれるので、まあ、そういう意味では本当にいいパートナーに巡り合えたなと思って。で なおのことね子供がね、また可愛いんだ。<laughs> 子供がね、ですね超マイペースなんですよ。まあそこに腹を立ち、腹はなんか立たないんですね、僕はね。あのあ自分の好きなことして好きなように生きてるなって。まあ怒りますよあの。腹立つ時もあるので, <laughs> で。いや、一応、一応ですね、あのー、昨年はあずままっていうところで子育てし合って、子育て絡みのことをもう1年間、 もうフルでで動いてたんですねだから子育てセミナーも実はもともと教育者教育教員やってたので教員やってたり教育学部で、えー、と大学の教員もやってて教師になるためのあ教,、まあ、教員としての資質を育てるようなところをやってたのであのそういう意味ではあの子育てについても、えー、と去年は3回ぐらい話した34回ぐらい話したかな あのー、僕はですね、このラジオがですね気楽にのんびり1時間やるっていうことで気楽にのんびりの割にはマシンガントークで話すっていう一 <laughs> 人でよくやってるねってよくやれるんですけど、まあ、そんな感じで,、あのー、で気楽にのんびり子育てっていうことでこ話す,するのはあのー、子供がしたいようにやらしたら親は結構楽ですよと。 親のしたいようにやらせるから子育てって苦痛になりますよみたいな話をするんですねで本当にで英才教育するなら本当に F1 ドライバーにしようと思ったらどうかなって今一瞬考えたんですけどやっぱ鈴鹿にね連れていくとおのずとねあんなかっこいいの見ると F1 ドライバーになりたいって言い出すんじゃないかなってそ,れそういう仕掛けはたくさんあっていいと思うんですねでカートに乗ってみたいところから始まって ね、もしかしたらねバイクの方に行くかもしれないですけどん <laughs> かそういうのを考えるのが結構好きで,で気楽にのんびり子育ても子供がしたいことを応援するんですけどまあさせたいことがあったらそれをどう引き出すかっていうのもテクニックかなと思ってますねなのであのー、でもねやっぱ無理嫌なことさせ続けるとどうしても反発があるので。 その辺はちょっと調整しながら親もしんどいんですね子供の嫌なことを無理やりさせるっていうのはそこで辛い思いしないでくださいねっていう子育ての話もしてましたあお茶ありがとうございます <laughs> なのであのそういう意味ではですねあのなんだろうなうんあの婚活もですね気楽にのんびりやるためには 1>, あのー、1年間あ、あのー、婚活モールの理事長の話を聞くと、やっぱ1年間ぐらい、どうしようかな、お金かけてまでやるべきかな、どうかなと思いつつ、1年ぐらい温めた後に、来る人が結構、結構長く、あの興味があって、どうしようかなって悩んで、まあ、仕事が忙しいのもあると思うんですけど、で、踏み切るまでに何ヶ月かかかる。 1>, でまあ、1年かかる人は1年かかってようやく入ってくる人もいるぐらいなんですよ。でこれってやっぱり人間の心理として僕は当たり前かなと思っていてあの婚活ってまだ得体の知れないものなんですよね。で人間の恐怖の基本的な心理なところは知らないものが怖いなんですよ。 闇が怖いい理っていうのは何かがそこにいいいるかもしれななっていう想像力の問題なんですねだから婚活とか婚活モールいいですよって言われてるけどあそこ行ったらなんかものすごいセールされて無理やり入れられてものすごいお金だけ取られて結婚詐欺みたいなのに合うじゃないかみたいな恐怖までやっぱ人間って大人だと考えちゃうんで、ね。でもそんな ところが NPO 法人ででやっていいくのも難しいですしす一応2年やって700名の会員がいて成婚率もちゃんと出していたりするのでその辺もですねじっくり聞いてみればいいのかなと思ってます一応僕はですね自分が信用しないところとはつるまないので<笑><笑>あのアイデアブランドはつけてあるのであの仕事とはいえあのー あこ,のこことはやりたくないなと思ったらやらないですし、まあ、もちろん向こうがやら,やらないよって言えばもちろんそのブランドとかあの自分が批判してではなくてで基本的に僕が付き合ってきた会社辞めてしまったところもあのや,っぱあのやっぱそれなりに何かメリットというかポイントがありますやっぱ長所がねなのであの辞めたからといってダメっていう企業ではないんですよあずままさんもそうだし あのおえー、と僕、リフレクソロジーサロンもあの足は揉んでないんですけど、足を揉むお店なんですけど、足は揉んでないんですけど、リフレクソロジーサロンにもちょっとお邪魔してた、<laughs> 半年ぐらいお邪魔してたことがあって、そこもですね沖縄リフレサクラランていうところなんですけど、そこもやっぱ施術はすごくレベルが高いです。なのででめたんですけど じゃあ、だからダメなところかっていうと、そういうわけでもないので、基本的に入る前に怪しいか怪しくないかっていう感覚でやってるので、そういう意味ではですね、あの、婚活モールさんは一応もう、本当に2年ぐらいの付き合いにな,なってきているので,で、本当にみんなね、結婚に一生懸命なんですよ。結婚したい人をどう応援するか。で、やっぱね、うまくいくときもあれば、人間関係なのでね、 ものすごい、ああ、一目惚れでこの人いいと思ってても、相手に選ばれないと、辛い思いするじゃないですか。で、やっぱその人たちの心のケアとか、フォローとかしてて、本当になんかね、その受け止める側も、ね、やっぱ辛い思いをしながら、あのー、理事長とか、えー、中尾ドさんとかね、皆さん、いろいろ、まあね、心を痛めながらなのか、なんなのか、うんあのー、やってるので、 まあそういうのも含めてあの、本当に婚活モールって、あのあの双子連れて行ったことあるんですよ、3歳の双子。<laughs> ぐらい、あの入りやすい、入店の中、あの入りやすさは、あのー、外階段なので、若干ドキドキします。<laughs> 僕も初め行った時も,もうでも最近慣れて。 業者のつもりとかなんか挨拶に来ただけだからみたいな感覚で入るのであんまり最近気にしなくなったんですけど初めて入る人は多分若干外階段のドキドキすると思うんですけど中入ってしまえば本当に広くて明るいなんだろうなカフェよりはもっと明るい食堂よりも全然明るいあのち,ょちょっとこうテーブルのあるスペース広い広いですあのこ,こじんまりしたっていうところがないので。 あのそういう意味ではですね、うん、ブルガリさんも沖縄の旅行のついでに婚活モールを視察しに来るっていう <laughs> のもありだと思いますあの。入って見てみるっていうのもいいんですけど、まあ、入る外海岸がねちょっとドキドキするかなと思うんですけどそこを踏み越えれば中入ってみたら本当に明るくて過ごしやすいのであ,のあんまりあの意識せずしてもらいたいなとは思ってるんですけど。うん なので、はい、そう、いいんですよ、もう、最高に、あの、双子ちゃんとかがのびのび遊び回ってました、あの、その時はね、会員さんとかいなかったので、会員さんいたらささっと <laughs>、迷惑ならないように、やっぱり平日の昼間は皆さんお仕事してるので、行っても、まあ、大丈夫かなと思ってし、しれっと行くんですけど、うん、はい、持ち帰ってくださいよ、それでもいいと思います、沖縄の人で。 そそれこそあのブルガリさんあの沖縄に婚活合宿に来てですね <laughs> もうあのねちょっともう最近思ってるのはやっぱこの期間で決めるぐらいの覚悟はあった方がいいかもしれないなというのはちょっと思っていて婚活したからじゃあなんかいい人をずっと待ち続けると本当に常に待ち続けていつまでたってもちょっと違うちょっと違うってなると。 ななかかそういう意味ではあの例えば婚活イベントに出たらこの人は必ずこの結婚の相手として候補に挙げるぐらいのつもりで3名ぐらい決めるとかでその3名に選ばれなかったら次みたいな感じで選ばれたらその関係をどう良くしていくかっていうのってすごくそのポジティブな発想っていうのが大事かなと思ってます。 はい、はい、ではですねまあ、もなくあのアイデアの「i OK の」の、えー、エンディングソングが <laughs> エンディングオープニングとエンディングが一緒っていうね、ま、キャラのリークの「i OK で」で送れ大丈夫だよっていうね「i OK? 大丈夫かい?」っていう意味で大丈夫だよって言いたくてこの番組名にしていてスポンサーの時に少し変えようかなとこの勝森さんがでもまあ大丈夫だよっていうのも伝えたいし というので今日はですね、ちょっと選挙の話もしようとしたんですけど、<laughs> ブルガリさんがいい感じで、あのー、メッセあージを追ャしてくれたので、蛍の光、<laughs> いいかもしれない。<laughs> 次の番組に響くあ、次の番組ないんだよな。蛍 <laughs> でも FM 技能案が閉まってしまうと思われたら困るので、<laughs> この次はですね、えっと、4時ぐらいから本音ラジオだったかな。で5時から TSJ でチームスポットジャングルのギノワンダーそしてアニソンの番組アニソンマーティンつかちゃんのアニソンマーティンがありますんでアニソンマーティンは僕リスナーとして入っていることがあるのでまたその時はよろしくお願いします <laughs> あのーまあ、ちょっと選挙の話もしようと思って僕があのツイキャスで見てもらうと、あのー、選挙に行こうぜって T シャツを着てて実はこの選挙に行こうぜはあのー、県知事選の時のね T シ,あのー、T シャツ屋さんっていうお店が沖縄にあってそこの店長になるのかな店長が、あのー、沖縄ヤンキースっていうブランドを持ってて、あのー、もっと投票率を上げたいからっていうことで作った T シャツを今日は着てきたんですけどまあね、あのー、Facebook とかもやたらめったら、ね、投票行こうとか書いてあるんですけど僕投票行こうって言うとドン引きする人なので。 あの投票行ってもいいんじゃないっていう <laughs> あの投票行かないとあの与党の応援してるのと変わりませんよっていう文言も最近出始めて投票率が下がっちゃってですね組織を持ってるところが強くなったんですね与党に限らずですねその地盤がある候補者が勝つっていう構図が出来上がってしまってあの地盤を持ってる、うん、アニソンアイデアさんね 来るかもしれないよ <laughs> 来る可能性大です <laughs>、うん。なので、アニソンはね、僕ね、アニメと漫画の話も結構できるんですよ <laughs>。特に漫画の話は結構マニアックなとこついてくるので <laughs>。なので、また、あのー、ブルガリさんお付き合いしていただければなと思いますで f。f m 技能はね、ちょいちょい僕、あのあちょっと f m 技能の話になると、お番組結構ちょいちょい出てるので。 あのー、朝だとモーニングエイト昼だとですね3時からのサザンブリーズにはあのー、たまにちょいちょいツッコミ入れに来るので <laughs> またよかったらです、ね、あの一緒に、あのー、アニソンも含めてですね、あのー、FM 技能ワンを盛り上げていけたらいいなと思っております今日ですね僕が木工教室するイベントの紹介もする予定でしたが。 もう時間がなくなっておりますので <laughs>、来週ですね。あのお伝えできればいいかなと思っております。そうですね。ああ、またちょっと台風っぽい雨が降ってきましたが、またやんだり降ったりが続くのかな。一応、やっと一号ですね。あの、まあ、今年はできるだけ被害が少ないことを祈りつつですね。まあ、台風でき,できちゃうのでね。 まあ、なんとかやり過ごしていきたいなと思います。はい。一週間皆さん幸せなお時間、一、はいえー、週間お過ごしください。それではまた来週アイデアの愛きおけでした。お疲れ様。 ありがとうございました。スペシャルでーい最近ブルガリさんがすごい。